あ、けいちゃん、そういえばうちお雑煮作ったよ今日。ええ、お雑煮ってこと？誘われてる私もしかして今。なんでキューちゃんだけなの今。いや違う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 、なんで今。なんでそれ、なんで嫉妬してる嫉妬してる。てかキューちゃん、違う違う、で今日、じゃ昨日、おとといだっけ、キューちゃんがお雑煮食べたいみたいな。そう、酔っ払ってる時に、あーね、みんなのお雑煮食べたいって言ってたから、私も食べたいよって言ってた、その時に。やめて。いやでも私も私も言っていいって言え、いいよ、素直じゃないな、お前は本当に。作ったよって言ってね。私食べに行けないんですけど。鶏肉？なんでよ。私ちょっと今濃厚接触者だから家から出れない。出れない。もうさ、マンションの前まで持ってってあげる。ひなののお雑煮食べたかった。え、マジで？そう、親戚が、親戚がなっちゃって。オーマイガー。ウーバーイーツしてくれん？君が、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 入れ物ないよ、ジップロックで言っていいじゃん。ナイロンでね、穴開けてくわ、穴開けてちょろちょろって。ジップロックに入れても冷凍して持ってかん？なんか怖いから。頑張って。冷凍だるすぎる。え、これあんで？うん、あんでだよ。あ、よかったよかった。まだランプしてないよ。え？いけないし。いけないの？うちらやっぱり離れすぎてみたいな。うん、いけないよ。いけない。これ終わってもあと1連れてなかったら全然ソロでいいから、3人でやりなよ。なんでそんなこと言うの？いや多分、いや、いけそうでしょ、多分私がいるから多分。あ、車がいいじゃん。だからあと1連れたら合流しよう。それまでソロでやってくるわ。じゃあ3人でやってください。なんでそんなこと言うの？いやいや、そうでしょ、濃厚接触者だからって。もしかしてうちらのこと。そう、やっぱ濃厚接触者だから。いけないやっぱり。いやもうやんない。なんで？いやもうやんないよ。うちも今日別に体調良くないし。なんで？やってくるよ。やりなよ。もうリコーダー吹くよ。なんでよ。吹いて今。え、いいじゃん、私マジでね、ちょ、マジで任せて。いくね。ちょっと楽譜見ないと分かんないわ。いいよ、楽譜見て、ゆっくり楽譜見て。聞いてみろよ。始まった。こんなに素敵な人生。なんかでもメロディーになってる。知らないな。たた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 。ね、なんてだな、ちゃんと。多分無理だと思うよ。どっちみち。え、ちゃんと私一旦抜けるから、キュピヒナはやれるか見てよ。いいよ。お、いけるよ。あ、いけんや。え、いけんの？やだ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 。ほな二人デュオで行こう。それはもう。なんでやねん。いや、いないっすねこれは。いや大丈夫。やだやだやだ。人が連れたらうるさがいった。認定戦も行けないんですよ、リスナーさん。あ、レートがあって3人は行けないですよね。うるさがいった。うるさ。うるさ。やっぱりヤカモが下がるべきだと思うけどな。最低。最低。やっぱり、お前が落ちるか私が上がるかだったら多分お前が落ちる方が早いよ。聞いてたよさっき。もうヤクマのこと燃やさせないからとか言って。言ってんの？じゃああんたが燃やしたわけじゃないから別に。俺の中のロロノアゾロがロロノアヒナになってた。いけないよ。多分まだレートがついてない。だからほらやっぱり古っ子だよ。ちょ、決まってない状態で。え、誰ですか？はい。おー、すみれー。これフルパーじゃないといけないんじゃないの？こんなにも、こんなにもスーちゃんが救世主に覚えたことはないよ。お前が一番だ。よし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 、最後のフルかこれ。自分で言っちゃうか。なんかちょっとキモいな。なんで？ちょっとインストール入りました。あ、そっか、キュウちゃんも3年生か。そうそうそう、そう、ひなのと同じ時にデビューしてたの、同じぐらいに。あ、1年。あ、1年。あ、1年。はい、1年。はい、何しろしろしてんねん。パン買ってこいよ。はい。何パン買い？
やっぱそこは焼きそばパンしよう。買ってきます。よしよしよし。うん、もう一回行こうよ。はっ、なんか記憶がこの辺から、こう入れてた気がする。スーパーナイフじゃない。おっぱい。誰とだ。はっ、え、なんでもないです、ごめんなさい。スロープも取られてる感じだね。やばい、あえて、アジェンダントが2人もいる。本当だ。こわちだよこれ。でもこっちにはイモータルがいるんだぞ。おい、アセンダントよね。していい。いや、お前はイモータルだよ。いいよ、チャットして。こっちにはイモータルがいるんだぞ。こっちにはイモータルがいるんだぞ。ダサすぎ。ダサすぎる。超嫌かも。確かに。こっちにはエーペックスのマスター4人いるやん。実は確かに。なんでこういう話になった。エーペックスだったらめちゃめちゃ強いのに。なんでこんな話になったの。確かに。強いかも。正義強いな。しかもすっごい下へ打ってくる。ねえ、嫌な感じ。超嫌なんだけど、ね、マジで嫌だよね、下打ち。マジで嫌だ、絶対。んですけど絶対彼女いないよ。おー、いいとこ言い過ぎなんじゃない。私バロで理不尽なやつ、絶対こいつ彼女いない一生言ってる。でもそう